どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおげんです。すべすべまんじゅうがに専属スタイリストと言われるさやです。すべすべまんじゅうがにって何？千葉県から沖縄県にかけて太平洋沿岸に生息されると言われているすべすべまんじゅうがにをご存じない？え、実在？有毒種です。怖ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか？せーの、豆ブーム。よかったね、豆流星群が来たんですね。枝豆を食らえ。なんで続けてということで今回ですね、こちらです。ルーティンということで今回やっていく企画はこちら。でどん、プロ野球 YouTuber の一日のルーティーン追っかけてみた。眠気すごい。最初からまあ、ということで、一日のルーティーンとか言いますけども、毎日なんか違うことをバタバタしてるっていう感じなので。なので、全然ルーティーンとかじゃないけれど、うん、撮った日の流れ。その日を見て。それは一日密着とかの方が正しいんじゃないでしょうか。いや、確かにね。とにかく、夏目さんちの一日って今まで動画で出したことすればなかったなと思って。いや、そうね。そう。で、結構皆さんからリクエストいただいてたので、うん、まあもう年もね、年末ということで、2021年の夏目さんちの年末の一日を切り取った映像をね、この後皆さんに。2021年を代表する一日を皆さんにお見せしようと思いますね。驚きに満ちて一日を過ごしてると思いますよ。みんなの期待を裏切る驚きに満ちてしまうかもしれませんね。そう、逆がっかり。何逆がっかり、普通にがっかりだよそれ。はい、ということでプロ野球 YouTuber のそういう日もあるよね動画どうぞ。どうぞ。こんな暗い VVR。 はい、ということで皆さんおはようございます。寝起きの僕の声がちょっと聞くに耐えないので実況で失礼いたしますよ。あー、わらちゃんかわいい。ね、わらちゃんが起こしに来てくれるんですよ。起こしに来てくれるというか、腹減ったから飯起こせって感じなんですね。朝ですよ。はい、ダメですね。まあ朝こういうことを何度も繰り返してさやを起こしております。わらちゃんおはよう。でまず朝起きたらわらちゃんのご飯をあげたりしますよ。わらちゃんにはいつもご飯を2回に分けて朝やってるんですよ。この子ね、吐いちゃうんですよね。がっつきすぎて。ごめんよ。はい、このままですとわらちゃんの一日のルーティンになってしまいますので、早速お仕事に移りましょう。で、こんな感じでめちゃめちゃ汚いんですよ。別にルーティン動画撮るからって片付けたりしないので、前日ゲームやりっぱなしっていう状態になってます。9時10分前。やばい。皆さんと打ち合わせというか、朝礼始まってますね。はい、ということでパソコンの前に来ました。で、うちにはですね、基本的にパソコンがたくさんあるんですけど、リビングの方では事務作業やったり、企画を考えたり、話し合いのね、時に使ったりしてるんですけど、作業部屋の方では配信とか収録とか、まあ、よりちょっと負荷の強い作業をすることが多いですね。まあ、要するに一日のほとんどをパソコンの前で過ごしているので、パソコンなかったら生活がマジで成り立たないですね。まあ、ということで、今回ご紹介遅れましたが、パソコンウイルスから守る無料ソフトウェア、アバストさんの提供でお送りいたします。詳細はまた後ほどお伝えしますが、夏目さんちが安心して活動できるのは、パソコンがちゃんと守られてるおかげなんですよと思いつつ、一日を見守ってください。それでは、さやもそろそろ起きると思いますので、夏目さんちの一日をご覧ください。横田さんも起きてきて、このわらべべさんっていうのが、夏目さんちにね、週に5日来ていただいてるスタッフさんになります。ミカさんも起きて、皆さんおはようございます。それでは、ご一緒に入りますか。おはようございます。おはようございます。完成してるんで、これだけも上げてます。 ありがとうございます。まあ、こんな感じで朝みんながやってくれてる仕事とかの確認をしたりしなかったりしますね。共有とコミュニケーション。そうですね。まあそんな中さやさんいないんですけどね。嘘偽りない一日の流れ動画なので、さやさんが無理やり起きてることもないというわけです。じゃあ今日そう、すいません、お願いします。5分ぐらい、5分とか、収まんなかったらとりあえず7分ぐらいとかでしてもらって、月曜の6時に提出書稿なんで、5時ぐらいまでになんかこう、ざっくり完成してれば大丈夫です。今日終わるよ。
強いな。マンホールに使うさ、さやの写真さ、どれがいいかな。この3つがね、あるんですけど。配置の仕方によりますよね。なんかさ、マンホールってさ、どっちなんだろうね。この一番上のやつの方がなんかさ、迫力はあるんだけどさ、この角度で見るマンホールって果たしてマンホールに見えるのかな、みんな。後ろにパースキータ入ってやればマンホール見えるか。確かに。まあ、ということで、朝はね、皆さんとこんな感じで打ち合わせをしたりしてますね。じゃあ、ちょっと撮影があるので、すぐ撮影の準備に入ります。ということで、皆さん今日もよろしくお願いします。お願いします。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、ということで、皆さんとの朝礼終わったので、早速仕事と行きたいところなんですが、この後すぐ撮りたいものがあるんだけど、さやがまだ起きてないので起こしていきます。これちなみにスケジュールちょっとモザイクがかかってるんですけど、こんな感じで Google カレンダーで管理しております。それではさやを起こしていきましょう。おはようございます。はい、寝坊した悪いやつです。寝坊したということで、今からさやに支度してもらってすぐ撮影に入ります。さやさん、メイクするんですか？はい、ここがさやさんのメイクスポットです。え、美容 YouTuber ぶらなくていいから。あ、アイラインです。マッキーじゃねえか。かけろマッキーでアイライン。ごめんなさい。あー、わっちゃん。あー、わらちゃん。わっちゃん、ね、すぐ来る。すぐ来る。すぐ帰る。何しに来たんだよ。遅刻したくせに優雅ですね。怒っちゃう。ということで、今からやっと一日のお仕事が始まるんですけど、撮影するときにどういう顔してるんですか？撮影するときにお腹空いてるとできないじゃん。お土産コーナーに売ってた。そう、こんにゃくゼリー。チアシードだ。チアシードとかいうやつが入ってるので健康に良さそうです。いただきます。夏目さん家はこれだけ食べて暮らしています。違う、何でしょう、ディストピアじゃねえか。朝ごはんは今日あんま食わない、うん、食わないけどちょっとお腹に入れて撮影とか、うん、でたまに衝動的に卵かけご飯を食べる。そうね。じゃあこの後は仕事していくふりをしようと思います。仕事しなさいよ。レッツゴー。ゴーじゃない。ということで今から撮影です。イエーイ。もう無駄にテンション上げないで、もう終わっちゃうから。なんでそのおばあちゃんみたいな服は。あったかいんだよ、これ。この間のマンホールがここにありますね。結局置くとこなくてさ、うん、今なんかとりあえず僕の机の横になんか不安定な感じで飾られてる。で、夜になると泣きます。怖そう、皆さんはもう見てると思うんですけど、まだこの動画のタイムラプスの部分の音声を入れてないので、それを今からここで撮影します。で、その後、こっちで別の動画を撮影します。はい。ペンさんのお仕事部へようこそ。どういう動画始まった？僕は、夏目さんちを現代を僕のお仕事をみんなに紹介していこう。レレレレレレレ。いいいい、教材のなんかよくわかんない効果音とかインサートのジングル入れなくていいから。こういう感じで動画がもらえるので。お、まだボイスが入ってません。はい、まだボイスが入ってません。ここに今からボイスを入れていきます。さあ、ということで完成まで一気にやっていきましょう。やっていきましょう。まずはゲンさんのターン、はい、そうですね。今回半々で、うん、これ書いてる時ゲンさんずっと太鼓やってた。すいません、今伝わったかな。太鼓ちょっと変えたい。どこ？あとから。結構取り直してる、ここ。実は一発で言ってるように見せて、台本がないってだけで一発です。そういうことですね。台本はないけど取り直しは何回かある。別に間違える時もあるし。これ書いてる時某太鼓ゲームずっとゲーさんやってたね。これかこれだ。さあ、 OK です。これで取ったので、やったここを取ったので、ちょっと庭のヤギさんからミルクをいただいてチーズを作っていきましょうね。なんでアルプスしてんだよ。少女すんだよ。で、基本的にいつも編集者さんとかのチーム夏目さんちの皆さんとのやり取りは、だいたいこの Google ドライブ使ってるので、ここにぶっ込んできます。で、これでデータ入れたら、データ入りましたっていうのをゆかさんに連絡してっていう感じですね。で、この後は来週のもう一個の方の別の動画の撮影をしていきます。なんで撮影前にもう死んでんのよ。どういうことよ。こたつさ、あったかいんだわ。やってんなこいつ、こたつ入ってやがる。うん。滑り込まないで、ちょっとあったかいんだわ。ちょっと待ってください、もうすぐ撮影なんで。さやさん、でも散歩行こう。行かないよ、嘘でしょ。散歩行こう、ビビちゃん。え、散歩行くじゃん。え、いいの連れてってくれる。
大丈夫かな、これ1日の流れ動画みたいな。普通こういうのってさ、忙しい感じになるんじゃないの？超忙しい。ハッとす。忙しいらもう。邪馬台国の卑弥呼です。じゃあ散歩行って撮影しましょう。バイバイじゃないの。はい、ということでさやさんがあのわがまま言ったので、あの散歩に来ましたよ。だって散歩しないとさ、うん、体に悪いよ。丸写すとこ住んでるとこがバッちゃうんで、はい、ごめんなさいね。木しか写ってない。あの空しか写せない。空と木しか写ってない。はい、チーズ。写真じゃないのよ。でもこれ見て見て、ここあれよ、ちょっとここだけ写したけど、ここ見覚えあるでしょ。さやさんちょっとそっち行ってみ。そう、グッズの写真撮ったとこ、ね、そう、グッズの写真撮ったとこ、モデルさんのポーズ。そう、でもモデルさんそのサーフィンみたいなポーズ取らないのか。いつも忙しいって言ってんの、あれはフェイクか。フェイクじゃないのよ。本当は今日カツカツのはずなんですよ。誰かが散歩に行って穏やかな心を取り戻そうとするから。まあそういうことですね。ということで、まあ、ちゃんと散歩してリフレッシュして。今日何すんの。知っとけや。近所のパン屋さんでパンを買ってきたよ。近所の公園でパンを食います。これも練習で、まあ、遊ぶん。はい、あの一応仕事です。はい、ずっとなんかね、周りのみんながやってて、やってましたね。やりたくてちょこちょこやってはいたんだけど、そう、ちょっとあのとある縁があって大会に出させていただくことになって。いや、そうなのね、まあ、エンジョイ勢のね、カジュアルな大会に出させていただくことになって、うん、ちゃんと練習しようかと。はい、ということでようやく撮影のお時間でございます。やるよ、はい、やるよ、ようやくよ。もう、はい、皆さんとね、朝のスケジュール確認をして、ちょっと寝坊して、はい、密着れなかったね。密着れないのよ、すでに。これだけ見たらさ、なんて楽な一日なんだって思われちゃう。いや、もう本当よ、うん、大体こういうのってさ、めちゃめちゃ忙しい過密な日にチョイスするじゃん。僕たちあの実写撮るだけ疲れちゃう。あの普段こう手元しか映らんもんだから、そうそう、一日のコストをねだいぶ使っちゃうので、うん、ゆとりのある日に撮ってます。まあ、忙しい時は朝からもう9時8時前ぐらいからずっと始まって、夜の1時2時とかまでやったりっていう日も週の中には何日かあるんだけど、今日は、あ、そう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 、ことが多いね。がっつりイラストの、うんうん、お仕事が入っちゃった日とかはもうそういう風にならざるを得ないんですけど、今日この後撮影が2本あるのと、はい、今日は動画投稿日なので動画を投稿する。その後たこ焼きパーティーをする。楽しそうだね。今日初めて聞いたんですけど、はい、それではとりあえずまずは撮影やっていきたいと思います。ということで、じゃあこちらでやっていきたいと思います。収録ですよ、今から。さやさんの即興挨拶が本当に即興なのかどうかもここで分かるわけですね。そんな怖いです。ビンタしたい。いきます。はい、どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。鏡餅レーシングみかん代表たえです。人間の限界に、うん、そういうことです。挑戦してみようと思います。うわはい、皆さんこんな感じでいつもあの、はい、撮っております。隙間隙間で急にでしょ。そうそう、あとなんかそれちょっと間違えちゃったよねって、なんかそういうねみたいな、こういうもうあの別に喋るの上手い人たちではないので、いや、そうそうそう、あのチョキチョキしていくポイントがいっぱいありますね。みんな失敗しても大丈夫なんだよ、はい、それではもう皆さんここから結構で長時間のチャレンジになると思うので、はい、一回カメラは止めたいと思います。はい、撮影1個目終わりました。これはもう皆さんはもしかしたら見てる動画かもしれないですが、はい、まあ、見てない方はこの動画ですね。はい、ぜひご覧ください。ご覧ください。で、この後ですね、もう時間的にこれすげえ時間かかっちゃって、これ2時間以上撮ってたんですよ、ね、実は、うん。なんか間でいろいろ道具調整したりとか、再チャレンジしたりとかやってたら、2時間経ってしまったので、次、はい、もう1本1時間ぐらいで撮れる撮影をしなきゃいけないんですが、はい、ちょうど動画の公開のお時間になっております。あ、そうね、はい。こちらのマンホールをカスタマイズした動画をアップロードしなきゃいけないので、うん、ちょっとそれをパッとやってきながら、次の撮影の準備をじゃあ、さやがね、はい、やっていくという形で、まだ午前中サンドイッチ食ってたからやぞっていう感じの過密具合になってきたんですが、はい、今日はこの後投稿してもう一本撮って、その後ちょっと打ち合わせがあって、その後配信があるのでやばいです。それでは、まあ、今度ちょっと撮ってるのも時間やばくなってきたので、はい、投稿していきます。なんとか今ただいま6時2分ですね、はい、あの動画の投稿がギリギリ間に合いましたね。やったね、はい、ちょっとこんなバタバタ直前にやるもんじゃないんですけど、うん、ちょっと今日直前になっちゃいましたね。夏目
さんちの件です。おお、上がりました。 A の友人役を務めたさやです。皆さんありがとうございます。いや、ありがとうございます、はい、こちらですね。よかったよ、無事に上がって。無事、ちょっとごめんなさい、バタバタしすぎて投稿するところまで撮りたかったんですけど撮れませんでした。こんなに慌ただしいんだお前らって感じ、ね、ちょっと違う、計画性があんまりね基本的になくていつもギリギリでね、そうそう、うん、基本的に、ね、ね、そう、計画性ないもんね、はい、まあということでね、今もう6時なのですぐ撮影して7時半ぐらいには終わりたい、はい、ということで今次撮影と言ったんですがあれは嘘で、これ今撮ったデータを、はい、まあ、撮れてるデータちゃんと撮れてるかっていう恐ろしい確認作業が始まるんですが、うん、これね撮れてなかったことね実は何回も、何回もありますね、うん、あ、よかったですよ、ちゃんと撮れてましたね、よかった、泣いちゃうとこだったこちらの動画を撮ったやつを今度は編集していただくチーム夏目さんちの皆さんにお送りするという、お願いします、はい、もう編集するだけですよという状態にして送るような形になっております。取りっぱなしの音声だと声がこのちっちゃくなってるとこと大きいところがばらけてるので、うん、それだけは整えて編集の皆さんに送らせていただいてるということですね。はい。で、動画を投稿した後はスマホでね YouTube スタジオっていうところで、はい、動画がどれぐらい皆さんが見ていただけてるかっていうのが分かるんですけど、だいたい投稿して30分ぐらいを見ると、あ、この動画うんっていう時があるんですよ。一番我々が怯えている時間です。やっぱりね、せっかく作ったものはたくさんの方に楽しんでいただきたいので、うん、皆さんがなるべく見ていただければいいなと思いつつ、やっぱり 100% ねいいものができるとは限らないので、さあ、倉庫行ってるうちに今もうちょっとでこちらの調整が終わりますね。おいっす。はい、ということでこちらの Google ドライブにぶち込みまして、こうやってデータを共有しております。データを共有しました。よろしくお願いしますの LINE を入れて、この後撮影に行きたいと思います。結局ね、お腹すいたから、お腹すいたのでもうちょっと撮影を後にして飯をね買いに行きます。お飯を買いに行きますよ。ちょっと今日の動画とかね、いろいろね、コメントを皆さんの読ませていただきながらご飯食べて収録して行きたいと思います。はい、ということで、はい、帰ってきましたのでコンビニで飯を買ってきております。イエーイ、さやさんはカレーだよー。ということで今からまた撮影です、はい、行ってきます。じゃあ撮影していきますか。このさやじおは書くときに割と適当にさやがいつもその場で書いてきます。本当にさあ動画撮りますよ、撮りますよ。それでは行きましょうか。はいよ。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。リフレクトあーガンダムもういやもういやどうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。リフレクソロジー天ぷら専門店新人スタッフのさやですはい、終わった、危ない、ギリ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 終わりました。動画の収録が2本目、はい、今日本日終わったので、頑張ったね。ただ、さやさん、緊急事態が発生しました。どうしたの？さやの変装から目が出たか？緊急事態だ、それは。8時半なんだけど、この後、僕は、今撮ったデータを編集して渡すんですが、はい、さやさんがですね、とあるゲームの PR イラストのお仕事をいただいていて、はい、いただきました。はい、そのお仕事の、ちょっと緊急修正対応があるので、この後さやは、その修正をします。ちょっと今、映せないんですけどね。ちょっとねじゃないその後9時半から今日は生放送があるので、それを楽しみに頑張りましょう、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。動画チェックしました。 OK です。だいたいあんな感じでお願いします、はい、めっちゃ配信直前だけど、さやが緊急でイラストの修正入っちゃって、ちょうどこの時間にアバストさんの話もしようって思ってたんで、うん、はいはい、まあ、ということでアバストさん無料のウイルス対策ソフトっていうことで、僕たちも最近使いやってるんだけど、今話してる横田くさんのチーム夏目さんちのゲーム実況チャンネルの編集していただいてる方なんですけど、横田くです。だから横田くさんなんか10年ぐらい使ってるらしいっていうのを小耳に挟んで、そうなんですよ、ずっとアバスト使ってますね、ウイルス対策ソフトは。なんかね、カモがネギショって歩いてたんでちょっと捕まえたみたっていう僕たちもやっぱりそのパソコンずっと使うじゃないですか、うん、職業柄。そうですね。だからセキュリティソフトはやっぱりやっといた方が安心だよねっていうのは間違いなくあるじゃないですか。そうですね、1枚あった方が助かりますね。まあね、しかも趣味の人とかもパソコンがなんか急に感染しちゃったとかね、個人情報抜かれたとか、ちょっとたまったもんじゃないですからね。アバストって僕知らなかったんですけど、スマホもあるんですね。うん、スマホ版もありますね。そうそう、それも知らなかったんですけど、それが全部 PC、うん、スマホ無料でダウンロードするだけでできるっていう。そうですね、基本無料で探した時にやっぱりね、ずっと無料で使い続けることもできるっていうのがアバストだけだったんで、
いや、それっすよね、一番。今、例えば他の会社さんのセキュリティソフト入れてる方もいるとは思うんだけど、うん、まあ、今普通に無料でできてしまうというか、その高い金払ったからいいってもんじゃないって感じではある。そうですね。継続してと入れっぱなしで守ってくれるっていうのはありがたいですね。そうっすよね。で、実際どうです？10年ぐらい使ってて。僕の場合は昔から自作で PC 作った時に入れてたんですけど、それからずっと入れてるんですけど、うん、PC でね、はい、ゲームすることがやっぱ多いじゃないですか。ゲームのカスタムとかしようと思ってモッドとか調べてると結構海外のページとかにたどり着くこと多いんですよ。海外のサイトってちゃんとしてるようなちゃんとしてないようなみたいなところ結構多いんで、まあ海外のサイトに限らずなんかページ見てて限らずですけど、ね、怪しいってなるときあるけど、それの警告鳴らしてくれるんですよね、アバスト。そうそう、Chrome とかにもね、拡張機能でアバストの機能入れれるんで、それ入れてるとやばいページに足を踏み込んだときに、このページはやばいよって止めてくれるんで、いいんですよね。だから無料で入れとくだけでそこの対策できるっていうのが、そううっかりっていうのがなくなっちゃいますね、うんうんうん、ということでアバストは無料で使えて動作も軽い、まあ、非常におすすめなセキュリティソフトになってますので、まあ、夏目さんちもね Mac 版を今使ってて、 Mac ユーザーなんかこのセキュリティソフト対策しなくていい的な空気感あるんですけど、うん、まあ、ぶっちゃけ普通に ね必要なんで、うん、だから皆さんもね、ぜひ概要欄からチェックして PC、スマホ、セキュリティ強化をこの機会に検討してみてください。まあね、無料なんでね、試してみてもらって、はいはい、それでもあ、ちょっと僕に合わないなと思ったらやりたったらいいんですよ。そこまでぶっちゃけられるとちょっと僕気まずいんですよねまあでも本当に無料なんでそういうことですよね。本当に合わないと思ったらアインストールしてしまえばいいかなとは思うんですが、まあ夏目さんちおすすめの、はい、うん、僕はずっと使ってますからね、これね。そう、まあそれも参考にねしていただきつつということで、まずはちょっとね、はい、お試しで入れてみてもらえればいいかなと思います。そうですね、まあ、ということで10年間使っている横田くさんからもお墨付きのアバストでございます。はい、はい、おすすめですね。ちょっと今さやさんがね、作画の修正ギリギリで焦ってるんですけど、うん、そろそろ配信なのでじゃあありがとうございました。またお願いします。お疲れ様です。お疲れさんです。ありがとうございます。今から配信なんですけど、はい、まえちゃんがさやの服の中にいましたね。はい、寒いから最近かけてあげてるの、はい、おはよう。はい、まなちゃんはいつもだいたいこの一番いいところで寝てます ね。とりあえずどうにかなりまして、はい、今9時25分。で、今日ちょっとこの後もう一仕事ありまして、配信の時間が9時45分か10時頃から始められたらいいなという気持ちでいきましょう。いきましょう。あーいやー、まなちゃんじゃあ今日も夜も遅くなってきましたが、残りあと3時間ぐらい。そうかな、もうちょっとやっていきましょうかね。眠だはい、配信開始前の様子ですよ、これが。いや、よし、やっていくわよ。はい、ゲーム配信も、うん、これは配信しながら収録をしておいて、はい、後ほど動画化などをしたりするので、なでなで、はい、収録をします。はい、さあということで、ではこちらでライブ配信開始したいと思います。レッツゴー。さあ今ここからマイクの音量を入れて皆さんに挨拶をさせていただこうと思います。そう、段階がある。さあまずはゲームの画面を皆さんに表示をさせていただいて、マイク入れます。3、2、1。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。めっちゃ首出たこんばんは皆さんこんばんは、いらっしゃいませ、ありがとうございます。ちなみにですね、今全く関係ないんですけれども、今動画の撮影してるんですけど、皆さんのコメント欄も今ちょっとカメラで撮影しております。おお、皆さんこんばんは。こんばんは。さあ皆さん、ということで今日も配信を楽しむためのルールの確認からさせていただこうと。はい、じゃあそれではまた明日の配信でお会いしましょう、はい、動画もよろしくお願いします。皆さんたくさんのコメント、スーパーチャット、メンバー登録などもありがとうございました。ありがとうございました。モデレーターさんの皆さんもありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。バイバイ。バイバイ。ということで今配信終わりました。終わった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、今日も楽しかったですね、配信ね。いや、そうね。配信基本的に夏目さんち大好きなんですけど、時間帯がだいたいいつも9時から12時ぐらいまでやるので、うん、こう1日いろいろやった後に来るものなので、体力的には結構ね、喋りっぱなしは意外と体力使ったりはするんですけど、まあでも本当に皆さんと接点を持てるね、貴重な機会なので、うん、毎週楽しくやらせてもらってます。ありがとうございます。で、今日は今0時ちょうど20分ぐらいになりました。はい、はい、そうですね。どうですかね、この後はさやさん。
寝ますけどって顔してる。だいたいこの時間からあとはまあ遅くて1時2時とかには終わって、ね、また翌日9時からっていう感じで夏目さんちはこんな感じで1日動いております。動いております。はい、皆さん本当に今日は1日お付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで皆さん今回ご提供いただきました無料ウイルス対策ソフトのアバスト、はい、皆さんもぜひ概要欄から気になった方チェックしてセキュリティ強化してみてはいかがでしょうか。か、それではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。おやすみ。おやすみなさい。寝るよ。お風呂入って寝るよ。